で今日もこちらトルストイ監修の老子道徳経からですね、今日は第22章をちょっと拝読したいと思います、はい、老子道徳経第1部第22章、不完全なものから全きものが生まれる、曲がったものからまっすぐなものが生まれる、くぼんだものから滑らかなものが生まれる、古いものから新しいものが生まれる、少ないとたやすく手に入るが多いと惑いやすい、それゆえ聖人は一つしか持たないが全世界の鏡となる、彼らは自らの見識を表明しないからそれゆえ決して迷わない、かっこ明らかである、彼は自分をひけらかさないからそれゆえいつも認められる、彼は自分から決して戦わないからそれゆえ功を成り遂げる、彼は何も自慢しないからそれゆえ褒め添やされる、彼は誰とも言い争わないからそれゆえ天下すべてが彼に決して逆らわない、となれば不完全なものから完全なものが生まれる、曲がったものからまっすぐなものが生まれるという個人の教えは偽りの格言と言えるのか。これがロシアの文豪トルストイが監修した老子道徳経第一部第22章、はい、これを日本人の詩人ドリアン助川さんが解釈いたしました、はい、こちらバカボンのパパと読む老子、曲がることで生を全うできる、かがむことで伸びることができる、くぼむことで満ちる、破れることで新しくなる、少ないことで得られ、多ければ迷う、この原理に従い聖人はあらゆる始まりである他を抱いて天下の見本となる、自ら飾らないから物事をはっきりと見られる、自ら正しいとしないから明らかである、自ら褒めないから功がある、自ら誇らないから長くいられる、彼は争うことをしないから天下に彼と争う者も出ない、古の人が言った、曲がることで全うできるがどうして虚言であろうか、その通り生きれば天寿を全うし天に帰することができる、まあ、今はなんて言うんでしょう、まあ、テレビが10チャンネルぐらいあり、ツイッターを見ればいろんな意見があり、まあ、BS もあり CS もあり、 YouTube でもいろんな人がいろんな意見を言っていて、ちょっと迷いますよね、何が正解とかで、要は皆さん自分の人生という道があって、どう歩きたいですか。楽しく歩きたい。楽しいって何ですかね。苦労がなく、それが楽しいわけですよ。あ、苦しい方がね。そう、そのマリオのマリオスーパーマリオブラザーズでずっと1の A、 1の、はい、1の1とかだとつまんないですもんね。ハンマーブロスと出会いたいですもんね。程よい難易度、程よい難易度そう、あ、レベルを上げていってね、もう超ハードモードで、はい、そんな絶対無理だって言うとすぐ飽きるじゃないですか。もうやめますよ、はい、だから、まあ、程よい難易度、心地いい難易度、楽しく思える難易度。今人生どうですか、難易度的に。まあそんな感じじゃないですか。程よい難易度、程よい難易度、あ、まあハードモードにはしない。でもそれは体調の世界に僕が入ってみるとハードモードかもしれないですよね。それはあるかもしれないです。なんかちょっとスピリチュアルみたいなこと言いますけど、はい、皆さんの目の前にある困難っていうのはおそらく皆さん向けの難易度ですよね。まあ、自分向けの難易度を自分が設定してるんですよ。ですよね。多分、はい、体調の目の前に、はい、孫正義さんが抱えている難易度は多分来ないですよね、はい、来ないし、まあ、選ばないから来ないみたいなところじゃないですか。ソフトバンクを作ろうなんて思わないから来るわけもない。あそこを作るにはあそこに作るなりのことが必要なわけじゃないですか、はい、でそこに向かって進んでないと近づいては来ない。そうですよね、はい、バカボンのパパ、はいはい、木々は曲がることで光の差す方へ伸びていくのだ、シャクトリムシはぐいっとかがむことでまっすぐ伸びるのだ、くぼむことでそこに水がたまるのだ、服が破れることでママが新しい服を作ってくれるのだ、少ないからこそ得られ、多ければ迷ってしまうのだ、そんなわけだからどえらい人はあらゆる始まりである他をだけを大事にしてみんなの見本になるのだ、自分からあれこれ予想はないから物事をはっきりと見られるのだ、自分のことを正しいなんて言い張らないから逆に何が良くて何が悪いのかはっきりわかるのだ、自分のことを褒めたりしないから
成し遂げた仕事がずっとキラキラ輝いているのだ。自分のやってきたことを誇ったりしないからその立場に長くいられるのだ。どえらい人は他人に喧嘩を売ったりしないから世界中の人もどえらい人に喧嘩を売ったりしないのだ。曲がることで最後までやり遂げられるのだという言葉は、もう一回言いますね。曲がることで最後までやり遂げられるのだという言葉は大昔の人が言ったのだが、これが嘘であるはずはないのだ。曲がることやかがむことを恐れずに生きていけば生涯を生き抜くことができて天に戻ることができるのだ。これでいいのだ。ああ、なるほど。バカボンだ。バカボンパパ、ごめんなさい。そっか、まっすぐでもいいし曲がってもいいっていうことですね。曲がるとまっすぐなことがいいみたいな感じで言うけど、はい、まっすぐだけだともう行き詰まっちゃうから曲がればいいしみたいな。これはなんか日本人的なのかもしれないですね。なんかその個人主義みたいなものが入ってきて、はい、要は自分の意見は主張するべきとか、論理もそうですよね。論理展開とかも苦しいのはそのやっぱり型枠があると苦しい気はしますね。入ってもいい、入らな、そう、入ってもいい、入らなくてもいいぐらいな感じだと天寿を全うできるよと。その天寿っていうのはその自分らしさっていうのも入ってるんでしょうね。今皆さんがもしか苦しい、僕も含めてなんかって思ってるんだとしたら、立ち向かってもいいし立ち向かわなくてもいいよって。まあ逃げるのもありだよとかさ、そんな感じじゃないですか。そうですね。